幼なじみの又蔵も竹七も戦で戦ってやっと出世したんや。やっとやっとわしも叶うんや。何を言ってるんや。戦はとうの昔に終わったぞ。そんなこと分かってるわ。指南役や指南役さえ倒せば貧乏からおさらばや200石やぞ。民はあまねく等しいなどというざれ言を言うつもりはみじんもないが、苦しみは皆同じじゃ。そして誰の思うようにならぬのが世の断り。私はやるぞ。